広島県三原市では災害ごみの仮置き場に指定された小学校の跡地が早くもいっぱいになり、他の指定場所でもあふれそうになっています。中継です。こちらは三原市の総合運動公園です。被災した住宅から運び出された家財道具や土砂で一面埋め尽くされています。この地区では10日、小学校の跡地が災害ごみの仮置き場に指定されました。壊れた家具や電化製品、食器などが次々に運び込まれ、翌日にはグラウンドいっぱいに積み上がりました。市は新たに他の小学校の跡地なども仮置き場に指定し、現在5箇所で受け入れをしていますが、住宅の周辺や道路沿いには今も災害ごみが積み上げられる状況です。三原市のこの地域は盆地のような形で氾濫した川の水がたまり、多くの住宅が2階まで水に浸かっていたため、災害ごみの量も膨大です。すべてを処理するために市は他の自治体に支援してもらうことも検討しています。